よく歌い手さんに尋ねます。どういうきっかけで歌手になりましたかと尋ねますと、大体の方が今はカラオケ大会を優勝し、それをきっかけに歌手になりましたということが8割9割近いですね。次にお迎えする方ももちろんその通りなんです。カラオケ大会優勝を機に念願の歌手デビューを果たして、今年で3年目の夏を迎えました。広野町出身、三本木智子さんの出演です。歌手にとってデビュー作、それはもちろん忘れてはならず忘れられない曲でございます。この曲は彼女にとって一生涯忘れられない曲となりました。一歩の旅立ちです。あなたの恋桜。花くや桜が咲くように私にも咲きます恋の花が。それは優しくあなたの、あなたの恋桜。ジャパンの三本木智子と申します。おかげさまでデビュー3周年を迎えて、今4年目に入ったところでございます。初めてこちらに今日はね、来させていただきましたけれども、お天気に恵まれて本当に皆様おめでとうございます。お祭り開催本当に良かったですね。おかげさまで私もこうして呼んでいただけて本当に嬉しく思っております。三本木智子、どっかで見たことあるよという方いらっしゃいますか？ ありがとうございます。IBC のラジオでもね、昨年は出発進行という番組をやらせていただいたりしておりましたけれども、ありがとうございます。全国にお届けしようと頑張っておりますので、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではもう一曲続けてお聴きいただきたいと思います。復興の応援ソングとして作っていただきました、その名も三陸大漁祝い歌という曲でございます。歌詞の中にイガッタイガッタなんて出てきますので、ぜひ皆さん覚えて、皆さんのカラオケの愛唱歌の一曲に加えていただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
幸せの風が吹けば息づく港男たちが荒波を越えて海へ出る黒重ねて太陽流れカモメが騒ぐ潮の音だ飛ぶしぶき浴びて網を引く痛みマグロにぶりたI'm not afraid of the dark.